さあ、どのあたり狙ってくるか。ファーサイド、ここはナイスキーパークレイチ。ロングスローではなく一度鈴木に戻したというふうなところ、クロスを上げますが細かいところ、ここはディフェンダーにかかっている。アームが受ける。ここでがクロスを入れる。吉田クレイチのセーブ、まだあります。岩井中島当てて、もう一度。さあここで加速していきます。町田です。スペースへチャンス、長谷川だ。岡田が引き出します。動き出すドゥドゥ、マソビッチも斜めに入ってくる。岡田のミドル、枠を捉えていました。クムランもサポートに来る。ジャイルトンパライバー、中カットイン、ジャイルトンパライバー。